はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。闇の大魔王ゾーマ、第3週に入っております。私の攻略パーティー、攻略の方法などを紹介していきたいと思います。ということで、まあ一応ね、かなり課金をしております。闇払う光の体験日本運用ということですね。で、今第3週で、7月23日から30日金曜日まではですね、金曜日の、14時59分まで、はですね、ボーナスコードを斬撃大義で攻撃した時、で、あとギガアタックチャンスで発生する状態変化としてですね、はい、まあ、一ターンの間、メタルボディになるというのが、まあ、あります。ということで、まあ、以前はですね、とりあえず、まあ、メタルボディになるので、ちょっと、魔剣士でインガを使っている方はですね、まあ、ダメージ食らいにくいので、まあ、インガがね、乗りにくいというところがあります。私もですね、まあ、ということで、まあ、以前インガ使ってたんですけど、今回は、インガではなく、まあ、フォースブラストの方を使うようにしております。で、まあ、30日火曜日の17時からはですね、まあ、最後の週になるんですかね。はい、ボーナスコードを敵から攻撃を受けた際に、耐性、超耐性だった時ということですね。あとは、ギガアタックチャンスは、全部起こるんですね。ダメージアップであったり、HP 全回復、メタルボディなど、まあ、全部入っていると、いうことでございます。はい、ということでですね、私の、まあ、録画したですね、まあ、攻略の方を見ていきたいと思います。はい、ということで、守り人、魔剣士、大魔導士、魔剣士。魔剣士二人が闇払う光の体験、大魔導士がルビスの剣。もう、これはですね、フォースブラスト要因ですね。で、守り人が、まあ、神秘の推奨で、まあ、攻撃バフプラス、回復役ですね。はい。まあ今回ね、ギガアタックチャンスでメタルボディになってダメージ食らわなくなるので、まあ回復はですね、あんまり必要ないかなと。まあまあ使うこともあります。全くない人だから。はい。守り人、魔剣士まずですね、はい。闇の波動、ガードができる、まあ守りの盾を使います。はい。で、大魔導士はルビスの剣ですね。はい。で、攻撃をした後、テリーと入れ替えます。はい。はい。で、守り人はですね、ラッキータロットですね。はい。攻撃力を上げていきます。魔剣士の攻撃力一人上げましたね。はい。魔剣士は闇の波動効かないですね。はい。うん。まあ、しかしね、このゾーマはね、音楽がいいですね。はい。うん。はい。で、まあ、テリーとですね、大魔導士をまた元に戻します。あとは魔剣士も、はい、とりあえず攻撃していきます。こっちは、攻撃力アップ入ってて、まあ、そんなにダメージならないですね。はい。魔剣士は、はい、攻撃して、レビスの加護が、まあ、入ってて、もうフォースブレイクがね、まあ、入りやすくなっております。で、守り人はもう一人の魔剣士の攻撃力を上げていきます。まあこれでね、限界突破入るかどうかっていうのが、まあ運になってくるんですよね。はい、まあ、大魔導士がね、この氷の攻撃を受けたので、素早さがちょっと遅くなるんで、そこはね、注意ですね。はい。はい。まあ、このターンでギガアタックチャンス入るかな？うん。はい。これ結構、ゲージが上の方まで来てます。あ、ちょっとデフォイにね、間違ってオートでしまったんですよね。まあ本当はですね、まあ、癒しの戦術だったと。まあ全員回復するやつで、まあ運良ければ攻撃力アップも、ね、入るっていうので。やりたかったんですけど、まあ、ちょっと間違ってオートでデホイに入ったということですね。はい、とりあえず1位になりました。はい、ギガアタックチャンスの後は、はい、メタルボールになるんでダメージ食らわないですね。まあ、食らっても1ですね。はい。はい。
まあ、ミレオ入ったけど、まあ、ちょっとね、もったいないので、もう攻撃していきます。はい、ダメージ4万6千ですね。はい。で、まあ、メタル、あ、8万、ダメージ8万ですね。会心が入ると強いですね。はい。で、まあ、攻撃力アップが、切れる前に、はい、攻撃力を上げておくということです。はい、まだメタルボディ続いてますね。はい、ここでですね、気合炒めをします。魔剣士2人気合炒めします。で、次のターンにフォースブラスターですね。はい、ラッキータロットで、まあ、攻撃力アップを維持すると。今2位ですね。まあ、気合炒めやったんで、まあそこは順位にしても仕方ないですね。はい。はい。気合炒めからのフォースブラスですね。まあ結構ダメージが乗りますね。はい。配信がね、入ればよかったんですけど、はい。ダメージ16万。もう一人の魔剣士もフォースブラスと。はい、22万ですね。はい、で、ギガアタックチャンス入りました。なので、まあ、ゾーマがね、強い攻撃打ってくるんですけど、まあ、これも、またメタルボディになるんで、何の心配もいらないということですね。サイコストーム。まあ問題なしですね。はい。ということで。はい。まあ1位のまま終わりましたね。はい。はい。真珠ボックス6個いただきましたので1位ですね。はい。はい。心は D。はい、ということで、ダメージ 8.00% ということで、まあ結構ね、差をつけて1位になることができましたと。こういうことで、ちょっとパーティー紹介の方していきたいと思います。はい、パーティー紹介していきます。守り人、魔剣士、大魔導士、魔剣士ということでですね、ステータス、一応守り人が一番遅く動くようにしておりますが、時々、大魔導士に、を抜いたりします。はい。素早さ782ですね。魔剣士は素早さ926。大魔導士が素早さ844。そして、魔剣士二人目931です。はい。で、装備なんですけれど、はい。神秘の水晶ですね。守り人。で、まあ、伝説の勇者の盾、なんですけど、まあ、こいつはですね、この、闇の波動ガードは使わないです。光の玉一を持たせております。あとはですね、まあ、頭は歴戦の勇者の兜で、なんだっけ。これは、グレートウォールの発動率を、まあ、少しだけ上げております。で、あとはですね、鎧上の方は、ゾーマ耐性 20% 取れるマッスルボディですね。はい。です。で、魔剣士一人目、闇払う光の体験で、伝説の勇者の盾つけております。まあ、あとはですね、まあ、光の兜はですね、ゾーマへのダメージプラス20、そして光の鎧はゾーマ耐性 20% です。はい。
大魔道士がルビスの剣三突で、階級ですね。はい。階級すごいですね。はい。メタルキングの盾。まあ、デイン属性のね、斬撃攻撃アップです。あとはラーミアの頭ですね。ゾーマダメージプラス 20%。ラーミアの羽衣上。これもゾーマ耐性 20% ですね。はい。で、まあ、剣士二人目、闇払う光の体験で、伝説の勇者の盾。まあ、同じくラーミアの頭ですね。ゾーマダメージプラス 20%。ラーミアの羽衣でゾーマ耐性 20% です。心なんですけれど、はい。守り人がスーパーテンツク、マーマン、黒竜丸、覚醒バラモスですね。あとは呪文耐性の S 神獣ですね。はい。スキル HP 回復効果もあります。はい、魔剣士一人目の心構成、キングヒドラ覚醒、ランプの魔人覚醒、レティス、そしてダイですね、デインの S 真珠二つですね、あの力プラス 20% と、はい、ですね。はい、大魔道士が、はい、ラーミア、レティス、竜気将バラン、そしてアンルシアですね、まあ、デイン属性の攻撃力上げております。で、デインの S 真珠ですね。はい。デインの S 真珠を2つつけております。こっちはガード率もありますね。はい。で、魔剣士2人目。レティス、ラーミア、ラプソーン覚醒、そしてマタンゴですね。はい。デインの S 真珠ですね。はい。はい。ということで、まあ、心動画ですね。まあ、守り人は、一応グレートウォール発動しやすくするために、基本左寄せですかね。まあ、一部右あります。で、魔剣士もフォースブラストで、あとはですね、フォースチャージか、インガー、はい、インガーがね、ちょっと今回は難しいので、はい、基本左寄せですね。一部右あります。はい、大魔道士が、まあ、フォースブレイクをね、入れるように、基本右寄せですかね、はい。はい。まあ一部左もありますけどね。はい。で、魔剣士二人目も基本左寄せです。一部右あります。という感じでですね。まあこんな感じになっております。まあ、ね、まあ今回はこのターン、まあ、このタームはですね、まあ斬撃が、まあボーナスコード、斬撃対義がね、ボーナスコードなので、呪文よりは物理の方がいいのかなと思います。ということで、まあ結構ね、判定して、まあ1位、まあ表彰台には乗れてるかなとは思います。まあちょっとね、課金結構してるので、なかなか参考にはなりにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ